どうもチャンネル登録者数1万人を目指す朗読チャンネルを運営している1万です本日もこのコーナーでは今日朗読していく作品を紹介していきたいと思いますこの動画は朗読動画となっております音声コンテンツとして利用されたい方は画面を見ずともお楽しみいただけますまたすぐに本編をご覧になりたい方は概要欄からスキップできますのでそちらをご利用ください さて本日朗読していくのはリリチャーーーー・ード・オオススティン・フリーマンフマ作カブズキ事件ですこの「オスカー・ブロズキー」事件はですねソーン・ダイク博士という探偵役が登場する、まあ、推理小説なんですけれどもこの作品の特殊な部分はですね登場推理小説ととなっているところなんですね、まあ、多くの作品はですね事件が起こってで探偵が事件を推理して犯人がわかるという段階を踏んでいくと思うんですがこの「登場小説」というのは えまず犯人が犯罪を犯してでそれをもう読者が知っている状態で探偵役のこのソウンダイク博士が推理していくという順番になっております。このオスカーブロスーブズギ事件はですね リチャード・オースティン・フリーマンがこの「登女推理小説」という形を初めて試した作品になっておりますので最初から読者が作者と同じ程度のことを知ってで実際に作者と一緒に犯罪を見て推理に必要なあらゆる材料を知っていたらもう話すことはなくなってしまうのかいやいやそんなことはないと考えてえ作り出したのがこの「登女推理小説」という形だそうです。ぜひぜひお楽しみください。 それでは改めまして本日朗読していくのはリチャード・オースティン・フリーマン作「オスカー・ブロズキー事件」ですそれでは本編をどうぞ「リチャード・オースティン・フリーマン」 オスカー・ブロズキー事件犯罪編「良心」という言葉はいろいろの意味に解釈されているある人はこれを「仮釈と解釈しているがこの過「褐色」すなわちレ・モールスの「レ」は「再び」を意味しモールスは「カム」を意味しているところから学級的に難しく考える人は「 両親のことを再び噛むというのであるそれからまた一方では両親をごく気楽に考える人もあってそんなことが幸福と幸福でないことの決定的な要素のように思われている無論両親というものを気楽に考える人にも理屈がないことはないがそこに大きな問題があるのであるこちこちの硬い両親を持った人は やわらかい両親の人だったら再びカムに痛めつけられるような惨めな状態に陥っても案外ケロリとしているようなこともあるある少数の不運な人は両親というものを全然持っていないのもあるがこれは普通人の精神的浮いてんぺんを超越できるマイナスのたまものといえるだろうそのいい例がサイラス・ヒクラーである善意に輝く いつもニコニコ笑っている彼の朗らかな丸顔を見ては誰だって彼を犯罪者とは思わない分けてもしょっちゅう機嫌がよくて家の中で気軽にしゃべり食事の時に気の利いた冗談を飛ばす彼をいつも見ているはずの彼のうちの尊敬すべき公共会派の家政婦は彼を信じきっていたのであるだがこのサイラスという男は 実のところはその控えめではあるが不自由のない収入を泥棒の技術で得ていたのであるそれは不安定で危険な仕事には違いなかったが判断を誤らず慎重に振る舞えばそう危険とばかりは言えなかったそしてもともとサイラスは判断力を持った男だったのだ彼はいつも一人で行動した誰にも相談しなかったこれが 共犯者のある犯罪者だったら法廷で困ってきたりすると共犯者を陥れるような証言もしようが彼には共犯者がないのでそんな心配もなかったしまた何かの拍子に怒って密告するために警視庁に飛び込むような女も持っていなかったそれかといって多くの犯罪者のように強欲でもなければつかんだ金を湯水のように使う癖もなかった 周到な計画の下に密かにか行う彼の犯罪の見入りは割に少なくかつ犯罪と犯罪との間に相当の期間を置くという風だったがその代わり彼はその見入りを控えめに生活費につぎ込んだ若い頃ダイヤモンド関係の仕事をしたことのあるサイラスは今でも時々ではあるがそれに手を出すのでどうかするとダイヤの密売者と疑われたり また23の不謹慎な業者は彼のことを盗品小売者だと陰でささやいたりするでもサイラスはニコニコ笑いながら自分の道を進んだ彼には彼の考えがあったしアムステルダムの宝石商人は彼と取引しながら別に彼のことを詮索もしなかったサイラス・ヒクラーはそんな男だったある10月の夕方 このぐらい自分の家の庭を歩き回る彼はどう見ても慎み深い中三階級の人としか見えなかった大陸へ渡る時に着るいつもの旅行用の服を着て荷造りのできたかばんはシティングルームのソファーの上に置いてあった彼の直帰のポケットの中にはダイヤの包みがあったがそれはこっそりではあったがとにかくサザンプトンで正直に買った品物だった 右の靴のかかとのくりぬいた穴の中にはもっと高価な包みが隠してあった1時間半ほどしたら船に連絡する汽車に乗らねばならぬがそれまではこうして薄暗い庭をそぞろ歩きしながら来るべき商談をどう進行させるべきかということを考えるより他になすべきことがなかった家政婦は週に一度の買い物でウェラムへ行き11時ごろまでは帰らぬはずだったので 彼は家の中に一人でややただった家の中に入ろうとしていたら庭先の道それは時々人が歩くので自然に道のようになったところだったがそこに人の足音が聞こえた立ち止まって耳を澄ました近くに人の住みかはないしまたその道は庭のそばだけで もうちょっと行くと立ち消えになっているような道だった来客だろうかだがサイラス・ヒクラーのうちにはめったに来客がないので今どきそんなものが来ようとも思われなかった石だらけの硬い土を踏む足跡は次第に近くなるサイラスが好奇心に駆られて門に近づいて外をのぞいてみたらタバコの火に照らされた人の顔が見えそれからその人影は 薄くながりを近づいて彼の前に立ち止まったその男は口にくわえていたまきたばこを取りプッと煙を吐き出して「この道を行くとバドムシャ駅へ出られますか?」と聞いた「いいや」とヒクラーは答えた「この道はダメですがもっと向こうの方に」 駅へ出る細い道がありますよ。細い道ですかとその男はうんざりしたように言ったもう細い道にはこりごりしました町から駅へ出ようと思ってキャトリーへ回ったのですが途中で近道があると教えられて迷い込んだのがもとでもう30分もこんなところをうろうろしているのです目が悪いもんですからね 何時の汽車にお乗りになるんですとヒクラーは聞いた7時58分ですそんなら私も同じ汽車に乗るのですがまだ1時間以上もありますよ駅はここから1マイルもないんです何でしたらうちへ入ってお休みなさい一緒に行きましょうそしたら 道を迷う心配はないですよそうですかそれはどうもその男は眼鏡越しに暗い家を見てでもまあ駅でお待ちになるのもここでお待ちになるのも同じでしょうそうサイラスは愛想よく言ったドアを大きく開けると、 その男はちょっとためらった後で門を入りタバコの吸い殻を捨ててすたすた彼の後について家庭児風の家へ歩き出したシティングルームは真っ暗で暖炉に消え残る火が赤く見えるだけだったがサイラスは先に入ってマッチを吸って天井からぶら下がるランプに明かりをつけたランプに明かりがついて小さい部屋が明るくなると2人は初めて なでをった。なんだこの男はブロズキーじゃないか。なるほど目が悪いというしもう長年会わずにいるから俺がわからないと見えるそう心につぶやいたが口に出しては丁寧にまあおかけなさい今ウイスキーでも出しますからと言った。 ブロズキーは口の中で何やらつぶやきながらこの家の主人が戸棚を開けている間に部屋の隅の椅子に硬いネズミ色の中折れ棒を置きテーブルの端にカバンを載せそのそばにコウモリ傘を立てかけて小型の腕椅子に腰を下ろしたビスケットをお上がりりになりますかヒクラーはそう言いながらウイスキーの瓶とサイフォンととっときのグラスを2つテーブルの上に置いた。 それはどうもありがとう。これから汽車に乗るのですし、ずいぶん歩きましたから。腹が減ってちゃいけませんよ。オートケーキをお召し上がりますか。他に何もないのですが。そうヒクラーが言うと、ブロズキーはそれが何よりの好物だと言って、自分でウイスキーにサイフォンのソーダ水を入れて、さも美味しそうにオートケーキを食べ始めた。 ブロズキーはゆっくりものを食べる流儀らしかったがこの時はかなり食べることに気を取られているらしく終始口をもぐもぐ動かすので話が留守になりがちだった自然しゃべることはヒクラーにお鉢が回るわけだがそんなに話題があるはずはなかったこんな場合当然ブロズキーの旅行先の地名や旅行の目的を聞くべきものだろうがヒクラーはそれを聞く気になれなかった というのは、彼にはその2つともがよく分かっているからだったブロズキーは大がかりにダイヤを取り扱うかなり名を知られた商人で主としてまだ加工していない原石を買い取るが目がよく効くというので評判だった彼はいつも普通より大型の根も高い石を買い取りそんなのが一定の量に達すると自分でアムステルダムへ持って行って そこのの職人が磨くのを監督したそんなことをよく知っているヒクラーはこちらから聞かなくても彼が何のためどこへ行こうとしているかよく分かったどちらかというとみすぼらしいこの男の服のどこかには数千ポンドの高価な紙包みが隠してあるに違いなかったあまり物を言わないでブロズキーは機械的に口を動かしながら座っていた 彼と向き合って座るヒクラーは見惑されたように相手を見ながらしょっちゅう神経質らしくしゃべり続け時々大声を出した彼は金物例えば銀食器などは取り扱わなかった金も金貨以外は手を触れようとしなかったただ靴のかかとに入れて運ぶことができ絶対安全に売却することのできる宝石だけが彼の専門だった 彼の10回分の収穫を1つにしたような尊い包みをポケットに入れた男が座っているのだその宝石の値段はおそらくそこまで考えて彼は我に返ってまとまりもないことを急速度にしゃべりだした彼の言うことにまとまりがないのは話の合間に 話とは全く別のことを考えているからだった「晩型になると冷えるようですな」ヒクラは言ったそう、冷えますね。ブロズキーはそれだけ言うとまたゆっくりとかみ始め呼吸するもとに相手に聞こえるほど鼻を鳴らした少なくとも5000ポンド意識の奥の方で考えた。 こととによると千ポンド。それとも1万ポンドかな椅子に座ってサイラスはもじもじした興味のある話題に精神を集中したいと思ったなんだか今までとは違ったことばかり考えようとする自分が腹立たしかったあなたは演芸に趣味をお持ちですか そう彼は聞いた。ダイヤ、それから毎週金を蓄えること。その次に彼が好きなのは、福祉屋を栽培することだった。ブロズキーは苦笑して、別に花を作らなくても、すぐそばにハットンガードンがあるので。と言いかけたが、急に話を変えて、私、ロンドンに住んでいるんです。と言った。 話しかけてやめたこととがサイラスにピンときた。辞めため理由はよく分かった大金を身につけて旅をする人間はむやみなことはしゃべれないそうですねロンドンに住んでいちゃ花なんか作っちゃいられませんねサイラスは気がなさそうにそう言った後でまた心の中で感情し始めた仮に5000ポンドとすれば 1> 1週間のの収入がどのくらいだろう。自分は貸し家の最後の仕上げに1件250ポンドを支払いそれを1周10シリング6ペンスで貸したがその計算でいくと5000ポンドは1周10シリング6ペンスで20件持つことになり1日1ポンド8シリング1年520ポンド それが一生、かなりの資産だ今までのものにこれだけ加えれば何の不足もないそれだけ収入があれば商売道具を川に捨て余生を安全気楽に過ごせようというものそっと彼はテーブルの向こうに座る男の顔を見たがすぐその目をそらせた目をそらせたのは 自分の心の中にある衝動を孫をべくもないある衝動を感じたからだったこんなことを考えてはならぬと彼は思った人間に対する暴力は着狂いざただと考えてきたからだったなるほどウェイブリッジで警官に対するちょっとした事件があったことは事実だがあれは不慮の避けがたい出来事しかも責任は警官側にあった それからエプソムの老女中あれは老女中のバカが悲鳴を上げたのが悪かったのだつまりあれは悲しむべき不慮の災難でそれを最も気の毒がっているのは自分なのであるだが暴力で人のものを奪ったり計画的に人を殺したりすることそれは気狂いじみた行いでなくて何であろうだが もし自分がそんなことを問題にしない人間だったらここに生涯の幸運をつかめる機会があるわけだ無限の富空き家付近に家がなく人の通る大道から遠く離れていて時刻もおあつらえ向きの薄暗い夕刻ただ死体の処置だけは考えねばならぬこいつがいつも問題なのだ さて死体はどうう。したもんだろうこの時家の裏の原っぱの線路の湾曲したところを通過する上りの急行の轟音が聞こえたその轟音を聞いた彼はあることを思いついた何も知らずむっつり顔でウイスキーをすするブロズキーを見ながら彼は次から次と考えたやがて急に椅子から立ち上がると 消えかかった暖炉に両手をかざしてマントルピースの上の時計を見た奇妙な感情の渦巻きに耐えかねて家を出たくなった寒さよりもむしろ暑さを感じながらちょっと身震いしてドアの方に視線を向けた風が入るようですな言いながらサイラスはまた身震いしたドアは閉まってるのかしら部屋を横切って ドアをを開けて庭を見たむやみに彼は家の外へ出たいという欲望を感じた家の外へ飛び出して頭の中の汚らわしい考えを振り捨てたかったまだ駅へ行くのは早いでしょうそう言いながら星のない夜空を見上げたブロズキーは体を起こしてマントルピースを見てこの時計は合っているのですか そう聞いたサイラスは多分会っているだろうと答えた駅ままでどのくらいかかりますブロズキーは聞いた分分か30分ですな無意識に距離を大げさに言ったまだ1時間以上あるんなら駅で待つよりここで待つことにしましょうあまり早く行ってもつまらんそうですとも。 サイラスは調子を合わせた。半ば得意半ば無念がるような妙な感情が頭の中で渦を巻いたしばらく彼は戸口に立ってぼんやり夜の闇を見つめていたそれから静かにドアを閉めて機械的に音のないように鍵をかけたまた彼は元の椅子に帰って黙りがちのブロズキーに話しかけたが その言葉はしどろもどろで途切れがちになり顔がほてって頭が充血して絶えず耳の奥で何か鋭いものがかすかになっているように思われた彼は新たな恐ろしい興味でその男を見つめている自分に気がついた無理にその男から目を離すとまたいつの間にか一層恐ろしい興味で見つめていることに気がついた そして血もあれば腕力もあるこの目の前の男がどんな抵抗をするだろうと絶えずその光景を想像で心に描いたそのおぞましい犯罪は彼の想像の中で次第に細部が細かく完成され次から次と順を追って行われるその手順が合理的にかみ合うようになった。 彼は落ち着きなく椅子から立ち上がったそれは高価な宝石を隠し持っている男と向き合って座っているに耐えられなくなったからだ不安と驚きを伴う心の中の衝動は自分でも制御できないほど一刻一刻と大きくなっただからこのまま座っていればその衝動に打ちまかされれ ついには、あまりの恐ろしさに彼は身震いした身震いしながらも宝石をつかみたさで指先がムズムズしたつまりはこのサイラスという男が生まれつきの犯罪者だったからである生きたものを殺して食う野獣みたいなものなのだ彼の生活費は 額に汗して稼いだものではなかった。盗んだり暴力を用いたりして獲得したものだった生まれつきの本能が食肉重的なので何の防御もない宝石を身近に感じるとそれに手を出さずにいられないのだこのままその宝石が自分の手の届かぬ遠いところへ行ってしまうというようなことは彼にはとても忍べないことだった それにもかかわらずサイラスはもう一度それから逃れるように努力してみたいと思ったいよいよ出発という時刻が来るまでブロズキーの前から座を外していたいと思ったちょっと私はもっと熱い靴に履き替えてきますよと彼は言った日照りが続いたので天気が変わるかもしれませんし足が濡れると気持ちが悪いですから。 そう、ぬれちゃいかんですブロズキーは言ったサイラスは隣の台所へ入ったそこの薄暗いランプの光できれいに掃除した丈夫なみ上げ靴があるのが見えた靴を履き替えるために台所の椅子に腰を下ろしただが無論靴を変える気はなかったのだ今履いている靴のかかとにはダイヤが隠してある ただ、靴を変える真似をして気を変えたり時間を空費したりしたかった大きなため息をしたとにかく別の部屋へ来たということは彼にとって気の休まることに違いなかったしばらくここにいればあるいは誘惑を退けることができるかもしれぬブロズキーは一人で出かけるかもしれぬ彼はむしろ一人で出かけてくれることを望んだ すると少なくとも心の激動だけは感じないで済むそして機械は失われるダイヤをつかむ機械静かに今履いている網上げ靴のひもを解きながら顔を起こして隣の部屋を見た彼の位置から隣の部屋のブロズキーがこちらに背を向けて テーブルに向かって座ってて座いるのがよく見えた「もう食べるのはやめてタバコの紙を巻いていた」「サイラスは大息をし編み上げ靴を脱いでしばらくずっと座ったままその男の背を見た」「それから目はその男に注いだまま片方の編み上げ靴の紐を解きそれを脱いで静かに床の上に置いた」 ゆっくりとつばを,をつけて髪をまくとタバコ入れをしまい膝の上に落ちたタバコを払い落としそれからポケットに手を突っ込んでマッチを探し出したサイラスはどうにもならぬ衝動に駆られたように立ち上がり抜き足差し足シティングルームの方へ歩き出した足に靴下を履いているだけなので少しも音はしなかった 口を開けたまま静かに息をして猫のように音を立てずに歩いてそっと部屋の入り口に立った顔は充血して黒ずみ大きく見開いた目はランプの光にギラギラときらめき耳の鼓動が土でたたくように高く響いたブロズキーはマッチを吸った サイラスの見たところではそれはローマッチに違いなかったタバコに火をつけるとマッチの炎を吹き消して暖炉に放り捨てそのマッチの箱をポケットにしまって煙をふかし始めた静かに音も立てずサイラスは猫のように一歩ずつ足を運んで部屋の中に入った その男の真後ろまで接近したので呼吸する息でその男の髪の毛が揺らぐのを防ぐために顔を横に向けなければならぬほどだった30秒ほど彼は殺人者の立像のようにそこに立ってギラギラ光る恐ろしい目で何も知らずにいる男を見つめ口を開けて激しく呼吸し 怪物の触手のように指をうごめかしていたそれから来た時と同じように音も立てずに後返りして台所へ帰った大息をした危ないところだったブロズキーの生命は一本の糸につながっているようなものだったサイラスにとっては それは訳なしに事を行える瞬間でもし椅子の後ろに立っているその瞬間例えば金槌、あるいは石のようなものを持っていたら彼は台所を見回した温室工事をした甲府の残したこん棒が目についたそれは連鉄の鉄棒の切れ端で長さが約1フィート厚さ1インチ足らずの四角な棒だったあの時 この棒を持っていたら彼はその鉄棒を取って頭の上で振り回してみたこれは何よりの武器だと思ったその上音もしないすでに頭の中で組み立てている計画とぴったりあったくそこんなものは捨ててしまえだが彼は捨てなかったそれを持ったまま部屋の入り口から覗き込むと ブロズキーは相変わらずこちらに背を向けて座ってタバコをふかしながら瞑想にふけっている急にサイラスは決心した顔をほてらせ首の血管を浮き上がらせ額に深いシワを寄せて懐中時計を出してみまたそれをしまったそれから足音をしばせて急いで部屋に入った椅子の一歩後ろまで来ると 立ちち止まってて落ち着いて狙い狙を定めた静かに鉄棒を振り上げたつもりだったがかすかな音は立てたかもしれぬなぜというにその鉄棒を打ち下ろす瞬間ブロズキーは振り向いたのであるそのため狙いが外れて鉄棒は彼にかすり傷を負わせるだけという結果になった。 ブロズキーは悲鳴を上げて飛び起き死に物狂いでサイラスの両腕にしがみついたそれから恐ろしい格闘が始まり2人は抱き合ったまま押し合いへし合い前になったり後ろに退いたりした椅子が倒れて転びテーブルから空のグラスが転び床に落ちたブロズキーの眼鏡は誰かに踏まれてみじんに砕けた 格闘しながらブロズキーは3度ほど世にも哀れな死に物狂いの叫び声を上げて夜の空気を振動させたがその度にサイラスは誰かが付近を通行して怪しく思わねばいいがとヒヤヒヤした彼は最後の力を奮い起こしブロズキーを仰向けにテーブルの上に押し倒しまた悲鳴を上げようとしたブロズキーの口の中にテーブルクロスの端を突っ込み ぎゅうぎゅうそれを押しつけたほとんど身動きもしないで彼らは2分間ほどそのままの姿勢でいた恐ろしい犯罪の挿絵そのままの光景だったそのうち押さえつけられた男は筋肉をピクつかせなくなったサイラスが手を離すとぐったりとなった体が 音も立てずに床に崩れた終わりだった良いことだろうが悪いことだろうがそれでおしまいだった激しい息遣いをしながらサイラスは体を起こして顔の汗をぬぐい置き時計を見た針は7時に1分前を指さしていた 三分間とちょっとの時間を用意したわけだった後始末をするのにまだ小一時間の余裕がある彼の計画に織り込まれている貨物列車は二十分過ぎに通過するはずだった線路までは三百ヤードでも時間を空飛してはならぬ今の彼はすっかり落ち着いていたただ ブロズキーの悲鳴を誰かが聞きはしなかったかというのがただ一つの気がかりだったその他に何の心配することもなかった身をかがめて死人の口からテーブルクロスを取りそのポケットを探った目的のものを探り当たるのに時間がかからなかった髪の包みを指でつまむと何かいくつかの小さい硬いものが触れ合うのが感じられた それと同時に今までのかすかな開墾がまあよかったという安心感に変わった時々時計に目をやりながら彼は何か仕事でもする時のような敏速さで後始末を始めたテーブルクロスの上に数滴の血が滴り死人の頭のそばの敷物にかすかな血の汚れができていたサイラスは台所から水を持ってきて ブラシやボロを使ってテーブルクロスやその下の揉み材のテーブルの面を掃除し床の敷物の血もきれいに拭き取ったそれからテーブルクロスを伸ばしてテーブルの上に広げ椅子を起こし壊れた眼鏡を拾ってテーブルの上に置き格闘中に踏みにじった煙草の吸い殻を拾って暖炉に捨てたそれから彼はガラスの壊れたのをちりとりに取った ガラスの中には酒を飲んだ時に使ったグラスの破片もあれば眼鏡の小さい破片もあった彼は紙を広げてその上にガラスの破片を写し丹念に眼鏡の破片を拾い集めてそれを別の紙に包んだ残ったガラスはまたちり取りに入れ急いで網上げ靴を履いてちり取りのガラスを裏のゴミ箱に持って行って捨てた ボツボツ時刻になった彼は紐ばかり入っている箱の中から1本の紐を取り出したこんな場合大抵の人が長ければ長いで構わないのだが几帳面な性分の彼は余分の部分を急いで切り捨てそれで死体のカバンと傘を祝えて肩にかけたそれから眼鏡とその破片の包みをポケットに入れ 最後にブロズキーの死体を背負ったが120ポンドをこさぬ痩せた子男の死体はサイラスのような力の強い男には大した重荷ではなかった夜は暗かった裏門を出て線路に続く荒れ地を透かしてみたが20ヤード先は見えなかった立ち止まって耳を澄ました物音はどこからも聞こえなかった 門を出ると素早くドアを閉め凸凹ここの道を用心しながら歩いたなるべく静かに歩こうとしたが小石が多くて一面に短い草が生えていて足音はそんなに響かなくても肩に引っ掛けた傘とカバンが絶えず動揺してそれが妙に不愉快な音を立てただから彼の行動は死体の重みに阻まれるよりも その不愉快な音に阻まれるといった方がよかった鉄道線路まで300ヤードあったいつもだったらそれが34分で歩けるのだが重いものを背負っている上に時々立ち止まって耳を澄ますので線路のそばにある横木の3本あるカキまで達するのに6分かかったそのカキのそばまで来るとまた立ち止まって耳を澄ましたり 闇の中を透かしてみたりしたが辺りはひっそりと静まり返って生き物が動いていようとは思われなかったただ遠くの方から汽笛が響いてきたのでグズグズしていられないと思っただけだったやすやすと彼は死体を担いで牡蠣を乗り越えそこから線路の曲がったところまで数ヤード歩いてそこに死体をうつ伏せに横たえ 左側の線路に首が乗るような姿勢にしたそれからナイフで傘の結び目を切り次にカバンの結び目を切って傘とカバンを死体のそばに投げ捨てて紐はポケットにしまったが結び目を切った時にできた小さい紐の輪だけは下に落ちたままにしといたやがてだんだん近づく貨物列車のシュッシュあえぐ音や カタンカタン車輪の鳴る音が聞こえだしたサイラスは急いでポケットからひん曲がったメガネの縁とガラスの破片の包みを取り出しメガネの縁は死体の顔のそばに置き包みの中の破片をそのぐるりに振りまいた待っている間はなかったすでに汽車のえぎは間近に迫っていたそばに立って結果を見ていたかった殺人が 災難または自殺に変わるところを見ていたかったけれども見ているのは安全ではなかった誰にも発見されぬ場所に遠のく方がよいと思った次第に近づく汽車の音を聞きながら急いで火器を乗り越えた家の裏門に近づいた頃彼は線路から来る音を聞いて急に立ち止まった長い汽笛のうなりに続いてブレーキの音 それからカシャとカシャの触れ合う大きな音が聞こえたからである機関はあおぐのをやめてシューッと鋭く連続的に蒸気を吐き始めた汽車は止まったしばらくサイラスは息を殺し口を開けたまま石のように立ちつくんでいたが気を取り直して急いで門のドアを開け中に入って掛け金をかけたひどくおびえていた なぜ汽車が止まったのだ。彼らが死体を見つけたことは明らかだが記者を止めてどうしようというのだこの家へ来るだろうか彼は台所へ入ったいつ誰が訪ねてきてドアをノックするかわからないと思ったので耳を澄ましたそれからシティングルームへ入って見回した部屋の様子に異常はなかった ただブロズキーを殴るために使った鉄棒が転んでいるのが目についたそれを取り上げてランプのそばでよく見たら血はついていなかったが髪の毛が一本二本ついていた彼はテーブルクロスでそれを拭き取り裏庭に出て兵五輪に外の草むらに投げ捨てたそれは何もその鉄棒から手のつくことを心配したのではなくただ 犯罪に使った道具をけがらわしく思ったからだったもう駅へ行ってもよかろうと彼は考えたまだ時間にはなっていなかった7時を25分過ぎたばかりだったただいつ誰が訪ねてくるかもしれぬと思うとそれが嫌だったソファーの上に彼の中折れ棒とカバンがあったカバンには傘が結びつけてあった 彼はその中折れ棒をかぶりカバンと傘を持って部屋を出かけて明かりがつけっぱなしであることに気がついたそれで後帰りして明かりを消そうと思ってランプに手を伸ばしたらふと彼の目が部屋の隅の椅子の上にあるブロズキーの灰色の中折れ棒に落ちたそれはブロズキーが部屋へ入った時置いたものだったサイラスは身動きすることもできなかった 氷のような汗が額からにじみ出たこれから明かりを消して駅へ駆けつけようと思っていたのに椅子のそばへ寄って帽子を取り上げてみた帽子の裏に鮮やかに「オスカー・ブロズキー」と書いてあった危ないところだったこれに気づかずに出かけたらこっちの負けになるところだった今にもどやどや人がこの家に入り込んできたら 自分は講師台に登らなければならぬそれは恐ろしいこと考えただけで手足が震えだしただが恐怖は感じてもそのため落ち着きを失いはしなかったすぐ台所へ飛んでいって火をつける時に使うための乾いた小枝を取ってきて火は消えているがまだ温かみの残る暖炉に入れそれから プロズキーの頭の下に敷いていた新聞紙をしわくちゃに丸めそれにかすかに血の汚れが残っていることにこの時初めて気がついたそれを小枝の下に入れてローマッチを吸って火をつけた彼は帽子をナイフで小さく切って少しずつ燃やしていったいつ発見されるかもしれぬと思うと手は激しく震え胸は早金のように動悸を打った 帽子のフェルトは容易に燃えないでどうかすると縮れて固まってくすぶりがちだったその上人間の髪を燃やすようなやにっこい悪臭を発散するので台所の窓を開けなければならなかった台所の窓は開けても表のドアまで開ける気にはなれなかったそしてパチパチ音を立てながら燃える炎で小さく切った帽子を焼きながら いいつ恐ろしい人間の足音運命の招きのようなドアをノックする音がするかもしれぬと思ってハラハラしながら聞き耳を立てた容赦なく時がたった8時に21分前ボツボツ出かければ汽車に乗り遅れる出発前に台所の窓を閉める必要があったので彼は帽子の縁に火をくべると 2階に駆けけ上がって窓を1つ開けた。2階から降りてみたら帽子の縁は黒いカサカサした塊となってプスプス音を立てて焼けながら臭い煙を煙突に吐き出していた8時に19分前いよいよ出かけなければならぬ彼は火箸で灰の塊を小さく砕き くすぶ巻き木の灰と一緒にかき混ぜたそしたら暖炉に変わったところは認められなくなった今まで手紙や不要のものを暖炉で焼いたことは何度もあっただから家政婦が帰ってきて怪しむ心配はなかったおそらく彼女が帰る頃には暖炉は完全な灰となってくすぶらないであろう帽子に金具のようなものがついていないことは確かめておいたから そんなものが肺の中に残る心配はなかったまた彼はカバンを取り上げて部屋の中を見回したそれからランプの明かりを消しドアを開けてちょっとそのままの姿勢で立っていたそれから外へ出てドアを閉め鍵をかけてその鍵をポケットに入れた後から帰ってくる家政婦は合鍵を持っているはずだった そして急ぎ足で駅へ向かったちょうどいい時刻に駅へ着いた切符を買うとプラットフォームへ出たまだ到着の信号はなかったがただならぬ気配が感じられた乗客がフォームの片隅に集まって皆一様に線路の向こうに目を注いでいた不安な 気持ちの悪い好奇心を感じながら彼がその方へ歩いていくと2人の男が暗い斜面からプラットフォームへ上がってきたがその2人は防水布で覆った担架を担いでいた担架がプラットフォームへ上がると人々は両側に退いて道を開けてそのゴワゴワした防水布を見つめた担架がランプ室に入ると人々は そのあとからプラットフォームへ上がってきた赤帽に注意を向けた赤帽はカバンと傘を持っていたふいに群衆の中から一人の男が前に出てこれあの人の傘なのと聞いたそうです赤帽は立ち止まって傘を見せたそうだそののの男男は鋭く連れの背の高い男を振り返り、返 これはブロズキーの傘ですよ間違いないブロズキーをあなたは覚えていましょう息を弾ませていった背の高い男はうなずいたその男はまた赤帽に向かいこの傘には見覚えがあるブロズキーという人の傘ですよ帽子を調べてみてください名前が書いてありますからあの人はいつも帽子に名前を書くんです 帽子はまだ出てこないんですよ。駅長さんに話してみてください。赤帽は駅長を振り向いて、この人は見覚えがあると言ってますよ、この傘に。そうですか。と駅長は言った。誰の傘か知っていらっしゃるんですか。そんならランプ室へ行って誰だか見てください。その男は尻込みするような格好で、傷は、 傷はひどいのですかとどもりがちに聞いた汽車が止まる前に機関車と貨車が6つも通りましたからね首はちぎれてしまいましたひどいことをやったなでも私は見なくてもいいと思うんですが背の高い男を振り返りねえ見る必要はないでしょう見た方がいいです まず第一に死人が誰かということを確かめなくちゃじゃあ行ってみようかなその男は言った不勝不勝にその男は駅長の後に続いたが折から列車到着を知らせるベルが鳴り始めたサイラス・ヒクラーは群衆に混じってランプ室の閉まったドアを見ていたしばらくすると さっきの男が真っ青な顔でドアから飛び出し、背の高い男のそばに駆け寄って、興奮した声で、やっぱりそうでした。ブロズキーです。かわいそうなことをした。ひどいことになった。ここで落ち合って、一緒にアムステルダムへ行こうと思っていたんだが、商品を持っていたんですか背の高いのが聞いた。そばで聞いていたサイラスは耳をそば立てた。 それは石は持っていたんでしょうがどんな石かそいつはわからんですなもっとも店の者のに聞けばすぐわかるでしょうがそれよりあなたこの出来事を調べてくれませんかこれが本当の災難かどうか知りたいんですブロズキーと私は昔からの友達同じ町の人間なんですどっちも悪そう生まれなんですだから 真相を調べてくださると都合がいいんですがよろしい高いのが答えた見かけの事実だけなのかそれとも何か秘密があるのかよく調べて知らせてあげましょうそれでいいでしょありがとうそうしていただけると大助かりなんですあ記者が来たあなたここに残って調べるの迷惑じゃないですか いやいや私たちは明日の午後までにワーミントンへ着けばいいのですそれまでに必要なことだけは調べられると思うんですサイレスはその背の高い偉そうな男を好奇心を持って眺めた俺にとっては命を懸ける将棋その将棋に俺と向き合って座るのはこの男なのか 自信のありそうな落ち着いた男の視力深そうな鋭い顔を見つめながらサイラスはこれは恐るべき敵だと思った汽車に乗ってからも彼はこの恐るべき敵を振り返ったそしてブロズキーの帽子のことを思い出して気をもんだり他に過失はなかっただろうかと考えてみたりした 推理編医者クリストファー・ジャービスの談話常からソーンダイクは法医学上の問題で一つ二つ世間の人が気づかずにいることがあると言って嘆いていたがそれが重要であることはハットンガードンの有名な宝石商人オスカー・ブロズギーの死因を調べる時に明らかになったではそれはどんな問題であるか それは我が友ソーン大工に適当な時期に話してもらうことにしていろんな点でこの事件は示唆に富んでいるのでこれから時間的に順を追って話すことにしようソーン大工と私がたった2人で喫煙室に座ってラダムの懲役に差し掛かった頃には10月の日が暮れかかっていた汽車が止まると私たちは窓から首をのぞけて プラットフォームに群がる人たた。ちを眺めていた出し抜けにソーンダイクは驚いたように「あれはボスコビッチじゃないか」と言ったが彼がそう言うと同時に向こうも私たちを認めたものかキビキビしたコートコが転がり込むように私たちの部屋に入り込み「お邪魔をしてすみません」と快活に握手し 乱暴にカバンを棚に押し上げてあなた方が窓から顔を出していらっしゃったのでここへ入ってきましたと言ったいやちょうどいい具合でしたしかしどうしてこんなところにおいでになったのですここはえっ、ー、とラダムでしたかねソーンダイクは聞いたこの近所にヤニが住んでいますので そこに 2, 日投入したのです。ボスコビッチは説明したバドシャムで港行きに乗り換えてアムステルダムへ行くところなんですよおのた方はどちらへ例の緑色の箱が棚の上に乗っかってますなまた何か複雑な犯罪でも調べにお出かけですかいやソーンバイクは答えたそんな用事じゃない つまらんん用事ででワーミントントへ行くんです。明日そこで検視審問がありますのでグリフィン生命保険会社に頼まれてそれを見に行くんですよでもあの箱はボスコウィッチは棚の上を見上げたどっかへ行く時にはいつもあれを持ち回るのですいつどんなことが起こるかわかりませんのでねまさかの時のことを考えると足手まといになるぐらい何でもないですよ ボスコウィッチはしばらくカンバス張りのカバンを見つめていたが、チェルンスフォードの銀行で人殺しがあったときにもこの箱を持っておられたのであのとき何が入っているんだろうと不思議に思ったんです警察もあなたの働きには感心していたようですがあれは大変な事件でしたねなおもカバンを見つめるのでソーンダイクはそれを下ろし蓋を開けて見せてやったそれは、 新設着からばかりではなく一つには彼がこの携帯用実験室が自慢なのだったそれはいろんなものを縮めるだけ縮めたようなもので厚さ4センチ一辺1フィートほどの四角の中に大抵の実験に要するありとあらゆる用具がそろえてあった面白いもんですな反応を試験する薬剤の小瓶小型試験管 小型アルコールランプ小型顕微鏡その他の小さいものばかりの書道具がきれいに並べてあるのを見ながらボスコビッチは散々したまるでこれは人形の家だ何もかも望遠鏡を逆さにして覗ぞいたように小さいこんな小さいものが役に立つんんですかこんな顕微鏡が。ある程度までは拡大して見えますソーンダイクは言った おもちゃのような顕微鏡でもレンズだけは大したものなんです。もちろん大きい方が便利はいいですよ。でも大きいのは厄介だから、大抵はポケットレンズでスムーズです。他の書道具もそれと同じで、まずないよりはマシというところでしょうな。ボスコウィッチは物珍しげに道具箱を覗き込み、そっと指でつついてみてはいろんな質問をした。 そんなことをしているうちに三十分ほどの時間が経って、汽車は速度を緩めだした。ああ<っ>と叫んでボスコヴィッチは立ち上がって自分のカバンを取った。もう乗り換え駅に着いてしまった。あなた方もここでお乗り換えになるんでしょう。ワーミントン駅に乗り換えます。ソーンダイクは言った。プラットフォームを降りたら、そこで何事か起こったことがすぐ分かった。 たくさんの乗客や赤坊や駅員がフォームの一端に集まって、暗い線路の一方を見つめている。何か事故ですかとボスコヴィッチは駅員に聞いた。1マイルほど先で貨物列車が人を引いたらしいので、駅長がタンカーを持って行ったのです。今帰ってくる明かりがそれなんです。その明かりはちらちらと動揺し、瞬たたいて、 時々線路に反射してそれをギラギラと光らせた私たちがそんなものを見ていたら一人の男が切符を買ってプラットフォームに出てきて群衆に混じったあとで考えてみるのに私がこの男に注意を払ったのは2つの理由があったその1つは丸々とした愛想のいい顔をしているのにただならぬ目つきで真っ青になっていたこと1つは 非常な興味で線路を覗き込みながら一口もその理由を聞かなかったことだった揺らめく東影は次第に近くなって間もなく防水布で覆った担架やそれを持つ2人の男や防水布の下の人間の形が見えだした彼らは斜面を踏んでプラットフォームへ上がった担架がランプ室の方へ向かうと群衆は そのあとに続くカバンと傘を持った赤帽に注意を向けたカンテラを持った駅長は一番後からプラットフォームへ上がってきた赤帽が前を通るとボスコヴィッチは興奮して前に踏み出して「これあの人の傘なの?」と聞いたそうです赤帽は立ち止まって傘を見せたそうだと ボスコィッチは鋭くソーンダイクを振り返りこれはブロズキーの傘ですよ間違いないブロズキーをあなたは覚えていましょう息を弾ませていったソーンダイクはうなずいたボスコウィッチは赤帽に向かいこの傘には見覚えがあるブロズキーという人の傘ですよ帽子を調べてみてください名前が書いてありますからあの人は いつも帽子に名前を書くんです。帽子はまだ出てこないんですよ。駅長さんに話してみてください。赤帽は駅長を振り向いて。この人は見覚えがあると言ってますよ、この傘に。そうですか。と駅長は言った。誰の傘か知っていらっしゃるんですかそんならランプ室へ行って誰だか見てください。ボスコビッチは。 尻込みするような格好で「傷は傷はひどいのですか?と」とどもりがちに聞いた「騎士が止まる前に機関車と貨車が6つも通りましたからね首はちぎれてしまいました」「ひどいことをやったなでも私は見なくてもいいと思うんですが孫大工を振り返りねえ 見る必要はないでしょう。見た方がいいですまず第一に死人が誰かということを確かめなくちゃじゃあ行ってみようかなボスコヴィッチは言った不祥不祥にボスコヴィッチは駅長の後に着いたが折から港行きの列車到着を知らせるベルが鳴り始めた死体をちょっと見た彼は青くなってランプ室を飛び出し ソーン・ダイクのそばに駆け寄って、やっぱりそうでした。ブロズキーです。かわいそうなことをした。ひどいことになった。ここで落ち合って、一緒にアムステルダムへ行こうと思っていたんだが、商品を持っていたんですかソーン・ダイクは聞いた。すると、私の注意を引いた戦国の男が返事を聞こうとして、一層そばへ寄ってきた。それは… 石は持っていたんでしょうがどんな石かそいつはわからんですなボスコウィッチは答えたもっとも店の者のに聞けばすぐわかるでしょうがそれよりあなたこの出来事を調べてくれませんかこれが本当の災難かどうか知りたいんですブロズキーと私は昔からの友達同じ町の人間なんですどっちも悪そう生まれなんですだから 真相を調べてくださると都合がいいんですがよろしい孫大工が答えた見かけの事実だけなのかそれとも何か秘密があるのかよく調べて知らせてあげましょうそれでいいでしょありがとうそうしていただけると大助かりなんですあ記者が来たあなたここに残って調べるの迷惑じゃないですか いやいや、私たちは明日の午後までにワーミントンへ着けばいいのです。それまでに必要なことだけは調べられると思うんです。ソ音ンダイクがそう言うと、今までそばで聞き耳を立てていた例の男が、好奇的な目でじろじろソ音ンダイクを見つめて、記者が止まるのも知らぬげだったが、止まってしまうと、慌ててその記者に駆け込んだ。その汽車が発車すると、 工は駅長にボスコィッチから事件調査を頼まれたことを告げもろん、警察官が来るまでは手出しができないわけですが警察へは通知したのでしょうねと聞いたええすぐ署長に通知しましたですから署長か警部が来るはずなのですはてもう来てるんじゃないかなそう言いながら駅長が一人で歩き出したのは にに格闘すするる前に警官と相談するのが目的らしかった駅長が立ち去ると私はソーン大工と2人で記者が出た後のガランとしたプラットフォームをぶらぶら歩いたが彼は新しい事件の調査に取りかかる前のいつもの癖で問題の要点をポツリポツリと考えながら話すのであるこの事件は過ちか自殺か他殺か この3つののつうちのどれかだよソーンダイクは言うそしてその3つのうちのどれであるかということは次のような3つの事柄を調べた後でなければ決められぬ第1はこの事件の一般の事実第2は死体を調べてわかる材料第3は死体が発見された場所を調べてわかる材料ところで 今一般の事実で分かっていることは死んだダイヤモンド商人が商用で旅をする途中だったということだけでおそらく小さくて高価な商品を持っていたと想像されるのだがこの事実は自殺説に不利で他殺説に有利なのだ過ちであるかどうかを決めるには死体を発見した場所に踏切があるかどうか通路があるかどうか火器の途切れたところがあるかどうか その他の状況を見て判断しなければならんわけだがまだそんな状況は少しも分かっていないそんならカバンと傘を持って帰った赤帽に聞いてみようじゃないか私が言った今あの男は駅譜に面白そうに話しているあそこへ行ってみようそうかそんなら行ってみよう私たちは 見てきたことを話している赤棒のそばへ寄ったソーンダイクが訪ねると彼はこう説明したこうなんですあそこは線路が急に曲がっているんですがそこを曲がりかけた時機関士は線路に何か横になっているものを見つけたんですヘッドライトが強くなるとそれが人間であることが分かったそれでその機関士はすぐスチームを止め 汽笛を鳴らして一生懸命ブレーキをかけたんですが、ご承知のように貨物列車はそう急に止まりません。止まった時には機関車と6つの貨車が死体の上を乗り越してしまっていたのです。その機関士は見なかったのですかどんな姿勢をその男がしていたかソーンライクは聞いた。見たそうです。ヘッドライトが明るかったので。 左の線路に首を乗っけて、下を向いてふさっていたそうです。つまり、頭は線路と線路の間、体は線路の外になるようにふっていたのですが、わざとふさったような姿勢だったそうですよ。その辺に踏切があるのですかソーンダイクは聞いた。ないんです。踏切も道も、人が通れるぐらいの細道も何もないんです。 ただ原っぱから火器を乗り越えて線路のそばへ来ただけなんです。はじめから自殺するつもりだったのでしょう。で、ね、今まであなたが話したようなことはどうして分かったのですかソーンダイクは聞いたそれは機関士が2人で死体を脇へ取り除いた後で近くの信号所へ行って電報で知らせてきたのです。それを、 私たちが現場へ駆けつける途中駅長さんが話してくれたのです赤坊の知らせてくれたことに対してソーンダイクは礼を言ったそしてランプ室へ行く途中今の話について彼はこんな意見を述べた今赤坊は過ちでないと言ったがそれは本当だと僕も思うその男が目が悪い上、その上耳が聞こえなかったとか あるいは白地だったというのなら別だが過ちにカキを乗り越えて汽車にひかれるというようなことはありそうもないことだ線路に横たわっていた姿勢から考えるとまず2つの中の1つということになるすなわち赤坊が言ったように自殺したのかそこへ連れてこられる前に殺されていたかどちらかだしかし 警察が死体を見ることを許してくれるかどうかわからんがこの問題には死体を見るまで触れないことにしよう駅長と警官がこちらへ歩いてくる話を聞いてみよう駅長と警官は外部からの援助は断る決心をしているもののようだった医者は土地の医者で間に合うし知りたいことがあったら警察でいつでも知らせるというのだっただが ソンダイクが名刺を出すと彼らの態度が少し変わった警部は名刺を見ながら口の中で何やらブツブツつぶやきしばらく消しかねている様子だったが結局死体を見せることだけは許すと言った私たちは液晶の跡についてランプ室に入った先に入った液晶はガスの明かりを明るくした担架は壁のそばに置いたままで 死体にはまだ防水布をかけてあった。そばの大きな本箱の上は、靴や傘やガラスの抜け落ちた。メガネの口などが置いてあった。このメガネは死体のそばにあったのですか？ソーン大工は聞いた？そうです。駅長は答えた？頭のそばに落ちていて、ガラスは開くだけで。 小石の上に散らかっていたのですソーンダイクはそんなことを手帳に書き留めた警部が防水布を払いのけると炭架の上の頭と体と別々になった気味悪い死体が現れた警部が大きなカンテラの光をその死体に浴びせるとソーンダイクはほとんど1分間ほどしゃがんだまま身動きもしないでそれを見つめていた やがて立ち上がった彼は、「三つの家庭のうち、二つは除外しなければならん。」と低い声で私に囁いた。警部は彼を振り向き、何か質問をするような気配を見せたが、この時、ソーンライクがカバンの中から解剖用の小型艦紙とピンセットを取り出したので、まだ解剖はできないことになっていますが、と注意した。 ろん解剖はできませんただ口の中を見るだけなんですそう言ってソーンダイクは監視で死人の唇を持ち上げてその粘膜や歯並びを覗き込んでいたがジャービス君、レンズを貸してくれたまえ。私が自分の二重レンズを彼に渡すと彼は一層カンテラを近づけて死人の顔を照らしたいつもの規則正しい順序を踏んで 彼はやや乱れた鋭い歯を1本ずつ見てゆき最後に上あごの前歯をしばらく見つめた後で上あごの前歯と前歯との間にピンセットを突っ込んで小さいものを取ってレンズで覗き込んだ彼のいつもの手順を知っている私は箱の中から解剖用の針と顕微鏡用のスライドを取って渡した彼がその小さいものをスライドに乗せ 針でその位置を直している間に、私は棚の上で顕微鏡の用意をした。ジャビス君、ファラントを一滴とスライドの上につけるガラスを頼む。そう彼は言った。私が瓶を出して渡すと、彼はその一滴をスライドの上に垂らし、ガラスをその上に当てて顕微鏡を差し込んで熱心に覗き込んだ。 警部はニヤニヤ笑っていたが、何かの標示で私と視線が合うと急に笑うのをやめて、弁解がましい口調で、夕食に何を食べたか、そんなことを調べる必要があるでしょうか。中毒のために死んだのじゃないと思うのですが。にっこり笑ってソーンダイクは顔を起こし、こんな事件ですからあらゆることを調べなくちゃなりません。 どんな事実でも何かの関係を持っているわけですからしかし首をちょんぎられた人間の食べ物を調べたって何にもならんように思いますが警部は反対したそう思いますかソーンダイクは言った殺された人間が最後に食べた食べ物に興味が持てませんか この死人の直記の上に貸しくずの粉のようなものが散らかっていますがあなたはそんなものに興味が持たないんですかそんなものを調べたって何にもならんでしょうソーンダイクは貸しくずのようなものをピンセットで1つずつ拾いそれをスライドに載せてレンズで覗き次にそれを顕微鏡に差し込んだこの人は死ぬちょっと前に オートミールの入った荒麦で作ったビスケットのようなものを食べたなそんなことはどうだっていいですよ警部は言った問題はこの男が死ぬ前に何を食べたかということではなく死の原因は何であるかということなんですすなわち自殺であるか過失死であるか他殺であるか この3つです。たということはわかっているのです。ソそーん大工は言った残っている問題は誰がどんな理由で殺したかということ私はそのほかの問題はすでに解決されていると思う自分の耳を疑うように警部はいぶかしげにソーン大工を見つめていたがそれは即断じゃありませんかね と言ったいや他殺であることは間違いなしです殺人の動機はこの人が宝石商だから持っていた宝石を狙われたんでしょう一応ポケットをお調べになったらいかがです死人のポケットと聞くと警部は気味悪そうな顔をしなるほど宝石商で宝石を持っていたからそれで殺されたとおっしゃるんですか 不平そうな目つきでちょっとソーン大工を見て、無論死体のポケットは調べますよ。調べるために私は来たのですからね。しかし言っときますが、これは刑事上の問題ですよ。安っぽい新聞の検証問題じゃありませんよ。私たちの方へ尻を向けて、彼は死人のポケットをじゅんじゅんに探し、 何かあるものをかばんや傘のあいてある木箱の上に並べ始めた警部がそんなことをしている間にソーンダイクは死人の体全体を調べ靴の裏をレンズでのぞいたりしたがそれを見た警部はニヤニヤ笑って「靴の裏は大きすぎて肉眼じゃ見えないでしょう」「しいらを駅長にくれてそれとも」 金眼ですからソーンダイクは怒りもしないで笑っていた警部がポケットから出したものを箱の上に置くと彼は順々にそれを見ていった財布や手帳は警部以外の者のが手を触れることはできないと思ったのでソーンダイクは見ようとしなかったただ読書用のメガネナイフ名刺入れ その他のの他小さいものを注意してみた。警部は時々尻目で騒音ダイクを見ながら彼のすることにひそかな興味を感じている様子だった騒音ダイクはメガネの胴調べタバコ入れの中を覗きタバコを巻く紙の透かし模様を見銀のマッチ箱の中のマッチまで調べたタバコ入れの中に何があると思いました警部は。 鍵束を死人のポケットから出しながら聞いた。タバコがあると思いました。ソーン大イクは平気だった。しかし、ラタキンアの刻みが入っているとは思わなかった。私はまだラタキンアの刻みを巻いて、吸う人にはお目にかかったことがない。妙なことに興味をお持ちになるんですね。言いながら警部はむっつり顔の液晶に目をくれた。 ねえ興味を持ちますよダイヤは出てこないらしいですなソーンダイクは言ったことによると最初から持っていなかったのかもしれないここに鎖のついた金時計とスカーフ止めのダイヤのピンと財布がある財布の中のものを片手の手のひらに移しながら金貨で12ポンドある。 これは窃盗が目的じゃないらしいですなあなたどう思います私の意見は前と同じですソーンダイクは言った死体発見の場所を見たいもんですな機関車は調べたんですか駅長に聞いた調べるようブラドーフィールド駅に打電しときましたもう返事が来ているかもしれません 現場へ行く前にエンジンが来ているかどうか聞いてみましょう一同がランプ室を出るとドアの外に駅員が電報を持って立っていた駅長はそれを手に取って読んだ「機関車点検した左前の車に結婚次の車にかすかな結婚を認むその他異常なし」読み終わると、 探るような目つきでソーンダイク,を見たソーンダイクはうなずいて線路へ行ってみてみも駅長はいぶかしげな顔で何か聞こうとしたがすでに死人の持ち物を大切に包んで自分のポケットにしまっていた警部は彼をせき立ててスタスタと歩き出したソーンダイクは自分から申し出てカンテラを持ち 私は彼の緑色のカバンを持って一度プラットフォームを降りて線路伝いに歩き出した僕にはちっとも見当がつかん警部や駅長からずっと遅れて歩きながら私は低い声で言った君は案外早く結論を出したじゃないか自殺でなくて他殺であるということがどうしてそんなに早く分かったの それは何でもないことだそして間違いなしだ左のこめかみの辺に殺虫症があったのは君も見ただろう。あのくらいの傷は記者に引かれたってできるわけだがしかしあの傷からは血が出ているかなり長い間出血したらしいその血の線は2つ残っていてどちらも半ば乾いて固まっているがここで考えなくちゃならんことは 首を切断されていいるととうことなんだ。もしこの傷が機関車に触れてできたものならそれは首を切断されたあとということになるなぜというに記者が右から来たのに傷が左側のこめかみにできているからだところが切断されている首からは出血していないだからこのこめかみの傷は記者に引かれる前にできたものであるということになる だがその傷は出血しているというだけでなく2つの血の線が互いに直角になるように流れている血の量を見れば2つの血の線のうちどちらが最初にできた線であるかということがわかるがその最初の線はまっすぐに本を伝って首の方へ流れ第2の線は後頭部に向かって流れている地球の引力には例外がないんだからジャビス君この2つの線を見たら 君も大抵想像できるだろう。血が頬を伝って首に流れていたらその時その男は立っていたのだし血が後ろに流れていたらこの男は上向きに倒れていたのだところが記者が引く前に見た機関士の報告によるとその男は下向きに這いふさっていたというだから当然こんな結論になる すなわちその男は傷を受けるときには立っていたか座っていたかわからないがとにかく体を起こしていたそしてそのあとでまだ生きているうちに血が後頭部に流れるほどのかなり長い時間あおむけに寝ていたなるほどそれに気づかなかった僕はうかつだった私は悔しげに言った 早く観察して早く結論を得るのは熟練のおかげだよあの顔を見たら君もあることに気づいたろソーンダイクは言った窒息の症状だろそうソーンダイクはうなずいたあれは窒息のために死んだ人間の顔だそれからまた君も見ただろうが舌が恐ろしく膨れ上がって 上唇の内側に歯の跡が残り1つ2つ歯のためにできた傷もついていたがこれは何かで力いっぱい口を押さえた証拠なのだところでこれらの事実を頭の傷と結び合わせて考えてみたまえぴったり合うからもしある男が頭を殴られ殴った男と格闘して最後に押し付けられて。 窒息させられたとしたら今まで見てきたことがぴったり符号するのだそれはそうと君が歯の間からピンセットで取ったのは何だい僕は顕微鏡を覗く機会がなかったのだがあれかソーンダイクは言ったあれはある家庭を確実にしてくれたのみでなくさらに新しい事実を知らせてくれた。 あれは何か織物のようなものの繊維なのだ。顕微鏡で見たら、いろんな変わった色に染めた、いろんな変わった繊維だった。大部分は赤く染めた羊毛で、それに青い木綿、ごくわずかの黄色く染めた重刀麻の繊維が混じっていた。だから、いろんな色を織り交ぜた婦人服かとも思われるが、しかし、重刀麻が入っているところから判断すると、 むしろ粗末なカーテンや敷物と考えた方が当たっているように思われるそれにどんな意味があるのもし衣類の繊維でないとすれば家具の一部の繊維ということになり従って住宅を意味することになるどうもそれだけでは私は反対の色を見せたそれだけでは不確実なようだが 他の事実と組み合わせると確実なものとなる何死人の靴の裏と組み合わせるんだよ僕は靴の裏を丁寧に見たけれどあの付近の荒れ地を歩いたはずであるのに砂も小石も土もついていないついているのはタバコの灰と葉巻か巻きたばこを踏みつけたような黒いシミとビスケットのくずを踏みつぶした跡とそれから 靴の裏の病のそばにじゅうたんの繊維のようなものがついているだけだったそれだけ証拠がそろえばその男が繊維を敷いた家の中で殺されそこから死体となって線路まで運ばれたものであることは明らかだと思うしばらく私は黙っていたソーンダイクの人となりをよく知ってはいたがいまさらのように 彼のの筋道の通っったた。理論にに驚かかずにいられなかった彼と調査に出るごとに私はいつもこの驚きを新たに経験する一見無意味に思われる小さいことを巧みに順序よく配列して合理的な一つの結論を組み立てる驚くべき手腕は私には全く不思議なことでそんなことに出くわすごとに私はいつも驚かずにいられないのである。 君のその推理が当たっているとすればこの事件の謎は解けたようなもんだ家の中に踏み込んでみればもっとたくさんの証拠が残っているはずだただ厄介なのはどの家かということだその通りソーンダイクは言ったそれがただ一つの問題そしてとても厄介な問題なのだ 家の中に入って一目見さえすればすぐ分かるのだがその家の中に入る方法がない殺人の行われた家かどうか当てずっぽで人の家に入るわけにはいかんからねここで我々は急に道を遮断されたわけなんだ遮断された道の向こうには殺人の行われた未知の家があるこの二つの道をつながないことにはいつまでたっても問題は解決されない なぜというにオスカー・ブロズキーを殺したのは誰かというのが究極の問題なのだからではどうするつもり私は聞いたこれからやることはある特殊の家とこの犯罪を結びつけるのだそれをやるにはあらゆる小さい事実をかき集めてそのおののの意味を考えてみなくちゃならん その特殊の家と犯罪を結びつけることができないならそれはこの調査が失敗したわけだから万事新規巻き直しだ今度はアムステルダム編から調査を始めるんだねブロズキーが宝石を持っていたとすればね持っていたことは間違いなしと思うんだが目的の地点に着いたので話をやめた駅長は立ち止まり 警部は自分の持っているカンテラで左側の線路を調べ出した。血は案外少ないようですな。今まで時々こんなことがあったんですが、そんな場合、大抵機関車にも線路にもたくさん血が付くんですが、これは妙に少ない。駅長が言った。すでに血の問題に関心を持たなくなっているソーンダイクは、線路ははじめから見ようともしなかった。 彼がカンテラで照らしながら見て回ったのは小石や白亜の混じった線路際の柔らかい土地だった線路のそばにしゃがんでいる警部の靴裏を指さして「ジャービス君これを見たまえ」彼は小声で言った私はうなずいたその靴の裏には小石の粒や白亜が一面についているのだったソーンダイクは 線路際から短い1本の紐を拾い上げ。まだ帽子は出てこないんですか？と聞いた。まだです。そのうちどこからか出てきますよ。あなたまた手がかりをお見つけになりましたな。警部は紐を拾った騒音大工を見て笑った。手がかりになるかどうかわからんですが。 後で参考になるかもしれんと思うので、大切にしまっとくことにします。これは緑色のより混じった朝紐の切れ端のようです。ソーンダイクはポケットから小さいブリキの箱を出し、その中から草花の種でも入れるような封筒を出して、それに紐を入れて表に鉛筆で何か書き込んだ。ニコニコ笑いながらそれを見ていた警部は、また線路に注意を向けた。 ソーン・ダイクも彼と一緒に線路を調べた警部は眼鏡の破片を指さしてこの男は金眼だったんだなだから線路に迷い込んだのだそうかもしれませんソーン・ダイクは言ったすでにこの時彼は枕木や砂利の上に散乱しているガラスの破片に目をつけていた 彼はまたブリキの箱から別の封筒を取り出しジャービス君ピンセットを1つ貸してくれ君もピンセットでこのメガネの壊れたのを拾ってくれないか私が言われた通りピンセットで拾おうとすると警部は不思議そうにそれが死んだ男のメガネということはもう分かっているんですよあの男がメガネをかけていたということは確かです 鼻の上にガネの跡がついていたそれでもねやっぱり確実に調べたいのですソーンダイクはそう言って後で私に向かい目に見える破片はどんな小さいのでも全部拾ってくれ大切なことなんだからどうして大切なのカンテラの光で細かい破片を拾いながら私は聞いたわからない この破片をよくく見てくれ。大きいものもあるが枕木の上に落ち込んでいるのはみじんに砕けているずいぶんたくさんの数に砕けているじゃないかこんなメガネがこんな壊れ方をするもんじゃないよこれはオーメンレンズだけれどこんなに細かく砕けるはずはない一体いつ壊れたんだ目から外れて落ちて壊れたのじゃない落ちたのなら 大ききい破片がつつか3つできるだけだ。けそれかといって車輪にひかれたのでもない車輪にひかれたのならガラスが粉になって線路の上に残るはずだそれに君も見ただろうがメガネの縁についても同じことが言えるわけでただ落ちただけならあんなに縁が変形するはずはないしまた汽車の車輪にひかれたのなら縁だってぺちゃんこになるそんならどうしたんだろう 私は聞いたはいどうもメガネの様子から判断すると踏みつぶして壊したものらしいだからもし死体をどこからか運んできたのならその前から壊れていたのだなぜというに踏みつぶしたものとすればここで踏みつぶされたと考えるより2人が格闘中に踏みつぶしたと考える方が本当らしいからだだからこのガラスは 一粒も残さず拾わななくちゃならん。どうして私は自分の血の巡りの悪さを意識しながら聞いたそれはだねここにまき散らされている全部のガラスを拾ってそれをつなぎ合わせてみて足りない破片があるとすればメガネが壊されたのはどこかよそにおいてであって残りの破片はその場所にあるのだ。 そううででなななくてこここここにに全部破片があるるら眼鏡はここで壊されたということい私たちが破片を探しているうちに警部と駅長は帽子を探して付近をうろついている様子だったが目に見える限りの破片は拾ってしまいしまいにはレンズを使って調べてみてもガラスくずが見えなくなった頃には彼らのカンタラは鬼火のように遠くはるかになっていた。 あの連中がこちらへ向かってくる前に拾ったガラスを調べてみようカバンをカキのそばの草の上に置いてくれテーブルの代わりだソーンダイクは遠くの明かりを見ながら言った私は言われたとおりにしたソーンダイクは紙を出してカバンの上に広げ少しの風も吹かないのに2つの石をその上に置いて紙が動かないようにし 封筒の中からガラスくずをその上に移してしばらくじっと眺めた妙な表情を彼は浮かべた急に彼は名刺を2枚並べまず最初に大きい破片をその上に置き次に驚くべき素早さで小さい破片をその隙間に順序よく並べていった私は2つの名刺の上にだんだん2つのレンズが形成されていくのを興奮してみながら 彼がまた一つの新事実発見の一歩手前にあることを感じたやがて2つの名刺の上に2つの卵型ができたがまだ1つ2つの隙間は残っているのに手元に残る破片はあまり小さくてどれがどれだかわからないのでその隙間を埋めることはできなかったソーンダイクは顔を起こしてかすかに笑い思わぬ結果になってしまった。 どうしたの私は聞いた君気がつかないガラスが多すぎると思わないかレンズは二つともほとんど出来上がったのにここにはまだこんなにガラスくずが残っている私は残っているガラスくずを見たがなるほどそこには彼の言う通り隙間を埋めるには多すぎるクズが小さい山を作っていた これはおかしいどうしてこんなことになったのだろう私は聞いた残ったたガラスをよく調べたらわかるかるもしれないそう言いながら彼は手紙と2つの名刺を取って土の上に置きカバンの蓋を開けて小型顕微鏡を出して大物レンズと対岸レンズの度を最低にし拡大単位を10倍ぐらいにした。 それからスライドの上に破片をのせてカンテラを近づけて覗き込んだこれは面白いことになったぞしばらく見つめていた彼は叫んだ破片がたくさんあるように見えていて実際は足りないんだというのはレンズの破片がここに1つ2つあることはあるがそれだけで隙間を埋めることはできないその他のここにある破片は やわらかい粗いお粗末極まるガラスでピカピカする硬い高額ガラスとは似ても似つかないガラスばかりなんだ表面が少し曲がっているから多分酒を飲む時に使うグラスのようなものの破片だろうスライドを 1, 度動かして、はまた続ける。運がよかったよジャービス君この破片には模様の角が2つついている。 これは確かに8つ光線のある星型模様のついていたグラスだほら今度は3つ光線の角のあるのが見つかったこれでグラスの原型が想像できる小さい星をたくさん描いた薄い水飲みグラスがよくあるじゃないか時によると上に線の輪を入れたものがあるがまず大抵は光線が8つある星ばかりだちょっと見てくれ 私が顕微鏡をのぞいているとちょうどそこに警部と駅長が帰ってきたが線路際にしゃがんで顕微鏡をのぞく私たちを見ると警部はさもおかしげに笑いだしたごめんなさい笑ってすみませんしかし私みたいにこんな事件にたびたび出会ったものから見るとどうも言っちゃ失礼だけれどちょっとおかしくて。 顕微鏡は面白いものには違いないですがこんな事件には役に立ちませんよそれは役に立たぬかもしれませんね帽子は出てきましたかソーンダイクは聞いたいやまだです警部は照れくさそうだったそうですかそんなら私たちも探してみましょうちょっと待ってください ガラスの破片を名刺に密着させるため、彼はその上にキシロールボールサムを二、三滴落とし、そんなものや顕微鏡をカバンにしまって立ち上がり、近くに家か村がありますかと駅長に聞いた。一番近いのがコフィールドで、ちょっとここから半マイルというところですな。道はどこにあるのです ここから300ヤードほどある一軒家のそばに悪い道があるのですがそれはビルディングを建てるつもりで道を作りかけてビルディングは中止になるし道も半ばできかけて放ってあるのですそこから人が通れる細道が駅まで続いていますその他には近くに家はないのですかありませんねえ ル以内にあるのはその家だけですよ道もその他にはないのですそんならブロズキーはその方面から来たんですよ線路に寝ていた位置もそっち側の線路になっていますから警部もその説に同意したので私たちは駅長を先頭に立て途中四十両側に気を配りながらその一軒家に向かった荒地のところどころに スカンボやイラクサが茂っていた。警部はそんなものを足で踏み分けカンテラをかざし帽子を探しながら進んだ300ヤード進むと小さい家が見つかった庭のぐるりを低い塀が取り囲んでいた黒々と塀の外に茂るイラクサを警部は力任せに足で蹴ったするとその拍子に硬いものが足に当たって パタンという音を立てた警部は向こうねをなで顔をしかめて立ち抜いてどこのバだい。こんなものを草の中に入れたのはと罵った騒音大君がそれを手に取りカンテラに照らしてみると太さ1インチ足らず長さ1フィートの鉄棒であったしげしげ彼はそれを見たあとで これは前からここにあったのじゃない少しも錆びていない前からあったのでなくてもこんなところに捨てるのはよろしくないですよこいつで捨てたやつの頭を殴りつけてやろうかな警部は言ったソーンダイクは警部の足の痛みには頓着せず何も言わずに鉄棒を見つめていたがしばらくするとカンテラを塀の上に置き レンズを出して鉄棒を調べ始めたそれをじれったく思った警部はビッコを引くような危なっかしい足取りでそこを立ち抜き駅長と二人で塀を回って表の方へ回ったまもなくドアをノックする音が聞こえたジャービス君スライドの上にファラントを一滴垂らしてくれ鉄棒に繊維のようなものがくっついている ソーン大工はそう言った。私は塀の上でスライドの用具をし、その上に乗っけるガラスやピンセットや針を出し、それを顕微鏡のそばに置いた。ソーン大工は顕微鏡を覗いたまま、警部さんには気の毒だったが、おかげで大変なものが見つかったわけだ。君、これを覗いてみたまえ。顕微鏡を覗いた私は静かにスライドを動かして、 目的物の全部の形を見て赤い羊毛と青い木綿の繊維と重篤浅みたいな黄色い植物繊維らしいそうだよソーンダイクは言った死人の口の中から出てきた繊維と同じだだから多分ブロズキーを窒息させたカーテンか敷物でこの鉄棒を拭いたのだろうこうなったらどうしてもこの家へ入らなくちゃならんから 鉄棒は後々の証拠品としてこの塀の上に置いておくことにしようこれは何よりの証拠品だ急いで顕微鏡その他をカバンにしまい私たちは警部らの後を追って表に回った彼ら二人はそこに佇たずんでぼんやり道を眺めていた家の中にかりはついていいいいてるんんだが、誰もいないらしいんです。警部は言った 何度ノックしても返事がない。考えてみると、こんな家の人に聞いてみたところでどうにもならん。帽子はたぶんあの線路の近くに落ちているでしょう。だから、明日の朝改めて捜索することにしたらどうでしょう。ソーン大工は返事をせず、つかつか庭に入って石段を上がり、静かにドアをノックしてしゃがんで鍵穴に耳を当てた。 誰もいないなんですよ警部はもどかしげに言ったそれでもソーンダイクが身動きする気配も見せないので彼はブツブツ言って外に出たソーンダイクはカンテラでドアを照らしてみ次に敷居を見それから石段を下りて小さい花壇を見た私はその花壇から彼が何か拾い上げるのを見た 面白いもいのを見つけたよ、ジャービス君そう言いながら彼は門の方へ向かう途中で先の方だけ吸って捨てた手巻きたばこを見せたどうしてそれが面白いのどんなことがそれでわかる私は聞いたいろんなことがわかる先の方だけ吸ってすぐ捨ててしまったのはその人間が急に気を変えたのだ花壇は入り口に近いから だかが家に入りかけて投げ捨てげたのだその男はよそから来た男に違いない家のものだったらタバコをくわえたまま入るそして最初は家に入る気がなかったに違いない入る気だったらタバコに火をつけないわけだからタバコの状態を見てそれだけのことがわかるわけだが今度はタバコの性質を考えてみることにしようこのタバコを巻いた紙はジグザグ印だ。 それれはすかかしを見ればすぐわかる。ところがブロズキーが持っていたタバコの紙がやはりジグザグだったこの印の紙をジグザグというのは一枚一枚の紙をジグザグ型に互い違いに折りたたんであるからなのだ次に中に巻いてあるタバコを調べてみよう彼は巻きたばこの吸い口の方から黒っぽい茶色の汚い刻みタバコを ピンでほじくり出して私に見せたラッキーアータの刻みだ私はすぐに言ったそうだよだからここにブロズキーのタバコ入れに入っていたと同じあまり人の用いぬタバコがありそれがブロズキーの持っていたと同じあまり人の用いない紙で巻いてあったということになるだからこれは三段論法で。 オスカーブロズキーが巻いたタバコと考えてよかろうしかしとにかくもっと他の方面からも証拠固めをしていこう他の方面というと私は尋ねた君も見たはずだブロズキーは丸い基軸のローマッチを持っていたあれも普通の人が持っているのとはちょっと変わったマッチだこの門の近くで火をつけたものらしいから がせばそれが見つかると思うんだだからこの家の付近を探してみよう私たちはカンテラで垂らしながらゆるゆる道路を探していったが10歩ほど歩くと凸凹の道にマッチが1本落ちていたそれは基軸のローマッチに違いなかったソーンダイクはマッチの軸をよく見たあとで手巻きたばこの吸い殻と一緒に彼の最終箱ともいうべきブリキ缶の中に入れて また家の方へ後返りしながらジャービス君ブロズキーがこの家で殺されたものであることはもう疑えないあの殺人とこの家を結びつけることにはすでに成功したわけだからこの上は無理にでもこの家の中に入って証拠をつかまねばならん家の裏手へ回ってみたら浮かぬ顔の警部と液長が話し込んでいたどうです もう帰ろうじゃありませんか。と警部は私たちを見ると言った。何のためにこんなところへ来たのかわからん。ああ、そんなことをしちゃいかん。警部が不意にそう言ったのは、総音大工が何の前触れもなく軽々と身をもたげて、その長い足で塀の上に馬乗りになったからだった。家の中に入ってもらっちゃ困りますな と警部は言っただがソーン大イクはそれに構わず塀の向こう側の庭に降りて兵越しにこちらを見ながら警部さんブロズキーがこの家に入ったことは確実なんです何でしたらその証拠をご覧に入れてもいいしかし証拠固めには一刻の猶予もできないから今は何にも言いません私はすぐ家の中に入ろうというのじゃないただゴミ箱を調べてみたいだけなんです ゴミ箱と警部はあえぐように言ったああなな。たは面白いことを言われるる人でですすゴミ箱の中に何があるんですか。酒を飲む時に使うグラスの壊れを見つけたいんです薄いグラスで8つ光線のある小さい星がたくさん描いてあるグラスですその壊れたかけらがゴミ箱に捨ててなかったら家の中にあるはずなんです はじめ警部はためらったが、確信のあるらしいソーン大工に逆らう気になれなかった。そんなものがゴミ箱の中にあるのなら、探してみたらすぐわかりますわ。グラスのかけらがブロズキーの死んだことと、どんな関係があるのか知りませんが。警部は塀を乗り越えて庭へ降りた。駅長と私も庭へ降りた。ソーン大工は、 しばらく門の辺りを探し回ったが何も目新しいものは見つからなかったらしい彼と私が家のほうへ歩きかけたら警部が興奮した声で私たちを呼んだここここですここですすそう呼ぶ警部の声に近寄ってみると彼は駅長と2人でごみ捨て場に立って驚いたような顔をしているのであった警部の持つカンテラは 星形模様のあるグラスの破片を照らしていた。どうしてガラスの壊れがここにあるのが分かったのです。こんなものがここにあったらどうしたというんです。警部の声にはソーン大工に対する新たな尊敬の念がこもっていた。ただ証拠の鎖の一つの輪が出てきたというに過ぎないのです。かばんからピンセットを出してしゃがみ、 ままだ何かか出てくるかもしれませんよ。小さいグラスの破片を拾ってみてまた捨てたふと彼の目がゴミの山の片方に光る小さいガラスの破片に落ちた彼はピンセットでそれをつまみ上げ明かりに近づけてレンズを覗いてみたそうだしばらくしてつぶやいた僕が探していたのはこれなんだよジャービス君。 さっきの2枚の枚名刺を出してみてみくれ私はメガネの破片を貼り付けた2枚の名刺を出してカバンの上に置いてカンテラでそれを照らしたソーンダイクはしばらく熱心にそれを見つめそれから手に持つ破片を見た後で警部を振り返りあなた今私がこのガラスを拾うのを見,たでしょ見ましたそれからこのメガネの破片が誰のもので どこで拾ったのかということも覚えているでしょう。そう、死んだ。男の眼鏡で、あなたが死体のそばで拾ったのです。よろしい。とソーンライクは言った。そんならこれを見てください。警部と駅長が口を開けたまま前かがみになって覗き込むと。ソーンライクはその破片を名刺の上に置き。 それからピンセットの先で静かにそれを押した。するとそれが今まで空白だったレンズの隙間に落ち込んでその縁や尖った角がぴったり合って完全なレンズの形が出来上がったこれは驚いたどうしてそんなことが前から分かったのです警部は叫んだあとで説明します それより早くこの家に入ってみることですこの家の中には足で踏みつぶした手巻きタバコ、あるいは葉巻の吸い殻がありますよそれから荒麦粉で作ったビスケット基軸のローマッチもあるかもしれないことによったらあなたの探していられる帽子もあるかもしれない帽子と聞いて警部はすぐさま裏手に回ってそこのドアを開けようとしたが。 鍵がかかっていて開かなかっっててい開なた窓を外からつついたがそこにも戸締まりがしてあった私たちはソーンダイクの言葉に従って玄関へ回った「ここも閉まっている思い切ってぶっ壊すからちょっと嫌だけれど」警部は言った「窓をもっとよく調べてみてください」とソーンダイクは言った。 警部はまた窓の下へ行ってその隙間にナイフを突っ込んで探っていたがすぐまた帰ってきてダメですだから思い切ってと言いかけたが急に言葉を切ったそれは騒音大工がクが雲なく玄関のドアを押し開け何かポケットにしまっているのを見たからであったこの人は関心だ 鍵のかかっているドアでさえ開けるんだからそう言いながら警部は駅長や私と一緒に騒音ダイクの後について玄関を入った騒音ダイクは小さいシティングルームへ入ったそこには芯を落とした薄暗いランプがともっていた私たちがどやどやその部屋に入ると彼はランプの芯をひねって明るくしたテーブルの上には、 ウイイスキーの瓶、サイフォン、グラスが1つそれからビスケットの缶が置いてある彼はその缶を指さして「この中を見てください」と警部に言った警部がその蓋を取ると駅長も後から肩越しに覗き込んだが警部はちょっと中を見るとびっくりしたようにソーンダイクを振り返り「こりゃ不思議だ」 この家にアラムギこのビスケットがあるということがどうしてお分かりになりました。種明かしをしたらケイブさんはなんだつまらないと言いますよ。でもこれを見てください。ソーン大工クは暖炉の中の踏みつぶしてあるマきタバコのスイガラと丸い基軸のローマッチを指さした。ケイブは不思議そうな顔で黙ってそれを見。エキ長は。 ほとんど迷信的な恐れといったような表情で彼を見た死んだ男の持ち物はあなたが持っているんでしょソーンダイクは聞いたそうです大事なものですからもしものことがあってはと思いましてな警部は答えたソーンダイクは暖炉から潰れたタバコの吸い殻を拾いそんならちょっとタバコ入れを見せてくださいませんか ケイブがタバコ入れを出して中を分けると、ゾンダイクは鋭いナイフでタバコのスイガラの紙を切り開き。タバコ入れの中にはどんなタバコが入っています？ケイブはタバコをつまんで嫌な顔をしてそれを書いていたが、臭い。混合タバコにつける匂いがついている。これはラタキやタバコだな。そんならこれは何タバコです？ ソーンダイクはスイガラのタバコを出した。やはりラタキーヤです。タバコが同じと決まったら、次にタバコを巻いた紙を比べてみましょう。警部はタバコを巻く紙ばかりを重ねた小さいブック。これは別々の紙をたくさん重ねたものだから、ブックというよりパケットといった方が良いかもしれない。を出して見本として一枚引き抜いた。 ソ騒音大工がそのそばに吸殻の紙を伸ばしておくと、警部は2つの紙を取って明かりに透かしてみた。これはよくわかる。どちらにもジグザグの透かしが入っている。このタバコが死んだ男の巻いたものであることは疑いの余地がありません。もう1つ。1> ソ騒音大工は燃え。残りのローマッチの軸をテーブルの上に置いた。 あなたのマッチの箱の中のと比べてみてください警部はポケットから死人の小さい銀のマッチ箱を出しその中のマッチとソーンダイクが出した燃え残りの軸を比べてみてパチンと音をさせて銀の箱を閉めたあなななたの証明は完全ででです。すこれで帽子がが。出てくると申し分なし分なんですが帽子はもう出てきているとも言えるのです だ石炭の灰ばかりじゃないですから警部はすぐ暖炉のそばによって火の消えたあとの灰をかき探したまだ灰はあたたかいようですなほんとだ,本当だ石炭の灰ばかりじゃない石炭の上でまきを燃やしたんだこの黒い塊は石炭でもなければまきでもない 帽子を焼いたのかもしれないが、どうもそこまでははっきりしない。メガネの壊れたのはつなぎ合わせられますが、灰から帽子を作るわけにはいきませんでな。言いながら彼は、小さい黒い海面のような形に固まった灰を持ち上げて、ソーン大工に見せた。ソーン大工はそれを取って、紙を広げた上に置き、 灰から帽子は作れませんがこの灰が何を燃やしたものかということは実験すればすぐわかるのですことによると帽子の灰ではないかもしれないローマッチを吸って黒焦げになった灰の一部をむしり取って火をつけるとプスプス音を立てて黒い濃い煙が立ち上り樹脂のような強い薬臭に混じって動物の毛を焼くような臭いが鼻を襲った。 ニスのような匂いだ。駅長は言った。さあ、シュラックです。この実験は楽でしたが、次の実験は手がかかる。彼は緑色のカバンの中から、マーシュのひそ試験に使うような、安全排気管のついた小さいフラスコと、小型の折りたたみ式の三脚と、アルコールランプと、 電熱サバン代わりになる石綿の盤なぞを取り出し黒焦げの灰を手に取ってよく調べたあとでその一片を取ってフラスコに入れあとからアルコールを入れて石綿の盤にのせそれを三脚の上にのせてその下のアルコールランプに火をつけてフラスコの中のアルコールが沸騰するのを待ったもう一つ小さいことだけど。 知っておいてもらいたいことがあるのです。ソーンダイクはフラスコが泡立つのを見ながら、ジャービス君、ファラントを一滴垂らしてスライドを出してくれ。私がスライドの用意に取り掛かると、ソーンダイクはピンセットでテーブルクロスの繊維をむしり取り、さっき見た繊維はこれらしい。言いながらスライドに挟んで顕微鏡に入れ、対眼レンズに目を当てて、 そうだ、さっきのと同じだ。赤い羊毛と青いもめんと、黄色い銃刀朝だ。他の見本に紛れると困るから、すぐ札をつけとかなくちゃならん。どうです。あの男がどんな死に方をしたか、検討がつきますか。警部が聞いた。検討は大抵つきますよ。ブロズキーをこの部屋に誘い込んで、殺人者は、 あなたが座っている椅子に座り、ブロズキーは小さい安楽椅子に座って2人は酒を飲んだんですよそれからあなたが草むらの中で探した鉄棒を持って不意にブロズキーを殴りつけたが一度では死なず2人がこの部屋で格闘して最後にテーブルクロスで窒息させたのですあなたに見せたいものがまだあるんですこのひもに見覚えがあるでしょ ブリキ缶の中から線路のそばで拾った紐を出した。警部はそれを見るとうなずいた。後ろを向いてごらんなさい。これと同じ紐がありますから。警部が後ろを向くと、マントルピースの上の紐の箱が目についた。彼がその箱を床に下ろすと、ソ音ライクはその中から青線の混じる紐を抜き出して手に持つ紐と比べてみた。 どちらにも青線が混じっている。このひもは傘とカバンをつないだのですよ死体を背負っていたのでひもでつながないと一緒に持っていけなかったのですさてもうできたはずだが三脚からフラスコを外し激しくそのフラスコを振った後でレンズで覗いてみたフラスコの中のアルコールはすっかり焦げ茶色に濁ってドロドロの液体となっていた まあ今のところこのくらいの実験で間に合うでしょう彼はそう言ってピペットとスライドを取りピペットをフラスコに突っ込みそこの液体を一に的吸い取ってスライドの上に移しその上にガラスを乗せて顕微鏡に入れた一度を黙って彼のすることを見ていた顕微鏡を覗いていたソーンダイクは警部を振り向いてフェルトの中折れ棒は 何で作るか知っていますかよく知らないんです警部は答えた上等のフェルトはうさぎの毛なんですようさぎの荒い毛の下に生えている綿毛をシュラックで固めて作るんですその黒い灰にシュラックが含まれていることは確実ですがしたがってこの灰がフェルトの帽子を焼いた灰であることは確実なのですそして 毛は染めていないらしいから多分灰色の帽子だったと思うのですこの時窓の外の庭に急ぎ足の靴音が聞こえた一同が驚いてドアに顔を向けると一人の豊島の女が戸口に姿を現したあぜんとだって女はしばらく一同の顔を見ていたがあなた方どなたですかししていらっしゃるんです。 警部は椅子から立ち上がって。私は警察の者です、奥さん。今ちょっとここへ来た理由は言えないのですが、失礼ですけれど、あなたはヒクラーさんのうちの家政婦でございますよ。ヒクラーさんはすぐお帰りですかすぐにお帰りになりますまい。海峡を渡る船に連絡する汽車で今夜お立ちになったんですから。 アムソーンダイクは聞いたそうでしょうどうしてそんなことをお聞きになるのか知りませんけれどヒクラーさんはダイヤのブローカーか商人でしょそんな人がよくあの記者に乗るのですソーンダイクは言ったええダイヤを取り扱っていらっしゃるらしいんですそうですかジャービス君帰ろうじゃないか 用事はこれで済んだわけだからどこかの宿屋へでも泊まろう警部さんちょっとソーンダが呼ぶと前と違ってすっかり彼に振幅してしまって丁寧になった警部は私たちの後について庭に出たすぐにこの家に監視をつけて家政婦に自由行動を取らせぬようにしないとダメです家の中のものは何も動かしてはなりません暖炉の灰やゴミ捨て場も落ち着いてはなりません それから部屋を掃除しないように。駅長さんか私が警察に知らせて誰か代わりのものをよこさせますからそれまであなた見張っていてください友好的なさようならを言い交わして私たちは駅長と一緒にその家を出たそしてそれと同時にこの話もおしまいになるわけだがサイラス・ヒクラーは船が向こうへ着くと同時に逮捕され オスカー・ブロズキーから盗んだダイヤの包みも無事に取り戻せたでも彼は法廷へは出ずじまいだったというのは彼を護送する船がイギリス海岸に近づいた時ちょっとの警官の隙を見て彼は海へ飛び込んだからであったそしてそれから3日たってオーフォードネスの海岸に手錠をはめた死体が打ち上げられたので 初めて人々は初めて人々はサイラス・ヒクラーの運命を知ったのだった機械でもあれば同時に典型的でもあるこの事件の結末は適切かつ劇的だったと言ってよかろうこれでジャービス君君の見聞も広まりそしてまた君は一つ二つの犯罪捜査の定義といったようなものをつかんだはずなんだ ソーン・は読んでいた新聞を下に置きながらそう言ったどんなにでも法医学の苦毒を自慢するがいい。私は彼の顔を見ながら皮肉な微笑を浮かべた君は物事をもっと突っ込んで考えないといかんよ真顔で彼は諭したこの事件はこういうことを教えてくれるのだ第1話 時期は逃してはならんということヘナヘナした壊れやすい手がかりが蒸発してしまわないうち天候せっか的に行動せねばならぬぐずぐずしていると材料をつかみ損なう第2はメガネの例でもわかるようにつまらんと思うようなことでも徹底的に追求すること第3は僕みたいな熟練した科学者が警察に協力することそして 最後に。彼はにっこり笑って「いつも緑色のかばんを手放してはならんということ」。